こんにちは、シャムコージです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は、新NISAは日銀が金利を上げるための言い訳だった。1つ目、日銀利上げで円高。2つ目、日銀利上げで株が爆下げ。3つ目、日銀利上げで金融機関が儲かる。4つ目、日銀利上げで貯金がどんどん増えるということで4つのテーマでお話をしていきます。今日はこれ新型NISAが日銀がですね、金利を上げるための言い訳として使われているのではないかという動画になっています。1つ目、日銀利上げで円高ということで、日銀は7月31日まで開いた金融政策決定会合で政策金利を 0.25% 程度に引き上げる追加の利上げを決めたと。これについて植田総裁は会合の後記者会見で、物価が上振れするリスクに注意する必要があり、 2% の物価目標の持続的安定的な実現のために利上げの実施が適切だと判断したと述べたということなので、この日銀の総裁、植田総裁がこの 0.25% に金利を引き上げたというのが大きな話になってきています。この利上げでドル円の為替が7月31日の 153.96 円から8月2日には 146.546 円と、なんと 7.36 円の円高に移行したと。今まで非常に円安が一部の中で問題視されていたんですが、なんと1日2日で 7.36 円の円高に移行したと。9.5% 程度の円高に変更したと、下げ率ということで数値が出ています。円キャリーと呼ばれる円を売るですね、円安方向にポジションを持っていた人たちはおそらく強制ロスカットなども多発した模様ということで、これ為替の FX の相場で、今までずっとドル高円安が続いていたんですが、今回この金利を日銀が引き上げるということで強制ロスカットを含む大きな為替の変動が起きたという感じです。2つ目、日銀利上げで株が爆下げということで、この利上げで日経平均が7月31日の 39,280 円から8月2日には 34,820 円と、なんとこれも 4,460 円の下落があったと。8.9% 程度の下げ率と、直近高値は7月10日の 42,483 円から比べると、なんと 7,663 円の下落金額となった。新型NISAにエントリーしている人ですね、お金を入れている人たちにとっては、悪夢の1週間だったのかなという感じです。このように金利を上げる流れだったとは思うが、株や為替の値動きに注意のような情報は一切流さずに、新NISAを買えば良いという情報統制がされていたと。今言ったように、これ金利が上がったらですね、日銀が金利を上げたら、為替とか株式に大きな影響があると。もちろん分かっている人はですね、そこを十分に注意して、いわゆる高値で、日経平均 42,483 円などという高値では決して株をエントリーしないはずなんですが、今回の利上げによってですね、大きく株が下がる、円高に行くっていうことがあったと。で、このような情報が新型NISAをやれやれっていう人たちにとっては出していない、つまり政府が片方の情報だけを出していたと。株買えば儲かるよっていう情報だけを出していたので、このように金利が上がるような状況になった時にとてもじゃないけど対応できないということが起きたという感じです。3つ目、日銀利上げで金融機関が儲かるということで、この30年間ですね、無金利で経営した銀行が金利のつく世界に代わりですね、大きく儲けられるようになる、銀行が儲かる時代がまた来たという感じです。住宅ローンは借りる側は無金利が当たり前のようなことが30年間続いていたと。これが当たり前だったんですが、銀行に支払う費用が莫大に増えると。 0.25% の利上げでも支払い金額が大きく増えるので、これはいずれですね、価格に転嫁され、住宅や不動産価格も勝ち組だけが生き残るインフレになると思う。ここでいう勝ち組っていうのは、住宅業界ですね。あと不動産、土地とかの業界も、金利が上がると取引が活発化が下がってしまうと、不活発になってしまうので、大手で非常に強いところだけがこれから不動産とか建築業界では生き残るというような話をしています。当然勝ち組は給料も上がる。今言ったように不動産とか住宅メーカーみたいなところです。ここの勝ち組は給料が上がるかな、負け組は倒産するとか吸収合併されてしまうようなことが起きるかなという感じです。もっと前に金利を上げればよかったんですが、なかなかそうもいかず、このコロナバブルの世界インフレですね、世界的なインフレが日本の金利上げにもつながったのかなという感じです。4つ目、日銀利上げで貯金がどんどん増えるということで、日本人は投資に向かった、要は NISA に向かったとはいえ、もともと貯蓄民族と、金利があればどんどん貯金が増えるというそういう民族性があると。これが正しい姿だったはずと。で、お金を借りて儲ける人の世界です。今まで無金利だったので、お金を借りて投資してる人が儲かっていたんですが、お金を貯めていても儲けられるような世界になってきたと。結局新NISAが株高を演出してですね、新NISAで株をどんどん買いなさい、株をどんどん買いなさいと言って株高を演出していたんですが、これによって金利が上げられるほど景気が回復したような市場を作ることができた。金利を上げても大丈夫だと思えるような、株が高くなったので金利上げても OK だよという市場を新NISAが作ったという意味です。オールカントリーのような米国株に投資する流れですね。世界中の国の株式に投資するんですが、約5割は米国株に投資するので、それによって円売りのドル買いっていうことがずっと起きていたんですが、それによってどんどん円安に向かっていたと。で、円安で国内のインフレが強くなった、輸入のものがどんどん高くなってしまうので、日本国内のインフレが強くなり、日本の金利を上げるという流れが自然に出来上がった様子と。問題は海外の大きな株主も日本の銀行も持ち株売りをしていく中で、この海外の大きな株主っていうのは NVIDIA とかの株主っていう意味です。マイクロソフトとか大きな会社の創業系の人たちがどんどん今株を整理している中で、日本の銀行も自分たちが持っている持ち株を整理していく中で、日本株はですね、これから今後も上昇する流れが継続するのか、それとも米国の株が暴落してですね、つられて日本株も下がるのかという状況になってきているのかなという感じです。で、そろそろまとめですね。なので新NISAによって円安にどんどん向かっていったと。で、株高に向かっていったと。で、円安の間、トヨタみたいな大きな輸出業者は非常に儲かる流れを作っていったんですが、ここで日銀はやっと 0.25% の利上げができると。おそらく日本が決めたのではないと思うんですが、そのような流れが起きて、予測通りですね、7月31日に利上げを発表するのではないかという話があったと思うんですが、そこでやっと 0.25% の利上げを行うことができたと。で、これによって株は大きく下がり、ドル円とかですね、円キャリートレードで今までずっと円安だったんですが、少し円高に向かったという感じです。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とかご感想あれば、ぜひ書いていただきたいと思います。動画の最後に QR コードが出てきます。私の LINE に登録することができます。動画1本ついてました。動画見た人に30分間、Zoom で個別相談っていうのをやってます。基本的にはアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていう話から、今、最近流行りだとロゴストロン、ホロの話とかですね。その他、私のセミナー、どんな内容ですかとか、気になればですね、ぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。あと動画最後まで見ると関連動画いろいろ出てくるので、ぜひそちらの動画の方もご覧になってください。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。